どうもこんばんちは、キヒトです。リターン続きやっていきたいと思います。これね、人形左右みたいなね、ロープのあれなんだよね。ちょっと待って、ここで待ってるよ。なんで？なんで？同じ反応せやそうだ。俺ちょっと閉所恐怖症なんだ。狭い列車の中でじっとするのは苦手でさ。部屋でね。そう、わかった。まあいいわ、ちょっと中を見てくるからすぐ戻るね。了解、ここで待ってる。これがあったとこだよね。でもてるてる坊主って幸運のために吊るすものよね。吊るせるものってないもんな、別にな。鉄球がしかないもんな。もう出てこないかと思ったよ。さ、どこに行こうか。そんなにビビることあるか。逆に俺はお前のが怖いわ。こいつの存在が俺は今ちょっと怖いぞ。もう一度持ってみるか。何かを待っているようにも見える。鉄球いります？逃げとけ。鉄球ってこれに使うのか？ぴったり。そういうことかよ。こういう感じのやつか。そこに持ってくりゃいいだけの話か、これ。あ、マヤツイン。カチッとショートがして小型金庫のドアが開いた。これか、ゴミ箱の鍵。これでゴミ箱を開けられそう。お、管理人の身分証明書。この管理人って、わらちが見た詩を書いた人だ。彼が働かなくていけな、働かないといけなくなって、おか、奥さんが不自然だったのも不思議じゃない。ようやくゴミ箱の鍵を手に入れたぜ。もうしっかりついてこいよ、ユータ。不気味だけど一人よりはマシだ。あ、いた。あ、来た、てるてる坊主。本当にあったの？そりゃなかなかの夢だったな。それを見つけるって、あゆみちゃんっていう女の子と約束したの。吊るしておくところがあれば助かるんだけど。あ、そうね。またここで待ってるよ。そこだ。それで合ってると思う。ちょっと待って、多分これを引っ張ると。あ、中に何か隠れてる。子供の絵。6つのてるてる坊主、太陽さんさん、チューブラリン。1つ垂れ下がって日陰で、涼んでいる。1つぐるぐる巻きになってしぼんじゃった。1つ糸が切れてずーっと下まで真っ逆さま。1つカラスに連れて行かれてかわいそう。
一つてっぺんに登ったすごいやつ、最後の一つ地面に落ちて燃えちゃった。朝焼けのてるてる坊主、さんさん太陽に宙ぶらりん、日が暮れるとみんな変わっちゃう。それがこれのあれなのか。鍵を調べる。はあ。あ、そういうことね。さっきの絵のあれだよな、多分。っていうのもあると思うんだが。さっきのちょっともう一回、もう一度 見たいんだが。垂れ下がって日陰で涼んでいる。しぼんじゃった。垂れ下がって日陰で涼んでいる、それ左なんだよな、多分。しぼんじゃった。これちょっと内容ちょっとしゃめとるわ。しゃめとって、最初は左で間違いない。ぐるぐる巻きになってしぼんじゃった。これも左だと思うけどな。糸が切れて真っ逆さま、綺麗だってことは右なんだな。カラスに連れて行かれてかわいそう。これがよくわからないが、てっぺんに登ったすごいやつ。右。あ、いたいたいた。オッケー。やっとだ。誰がいるの？あなたは。ユータ、どうして？だから気持ち悪いって言ったやん。お、ありえない私。あなたは、ユータ、どうして？どうしてなの？ユータ、やだ。できない、できないよ。あのユータは幽霊だったんだ。呪いのメロディー。どこだ？たまに作曲をしながら寝てしまうんだ。でも作詞ノートはここにはない。ないな、ここにもない。はあ。さっきまで食堂車で仕事をしてたよな。それとも母さんのところにいたっけ？どっちにしても列車の中を探さないと。少なくとも作曲ノートはここにない。わかりました。どうすれば？母さんの家はここです。あ、動かせるね。
今よ、誠治、母さんが休んでいる。ごめん、父さん。作曲ノートを置き忘れて、多分そこにあるんだ。またなくしたのか？お前は首にくっついてなかったら自分だとも置き忘れるだろうな。そうだね、きっとそうさ、父さん。それは予兆だろう。クラシックの作曲家なんて幻想を捨てて、さっさと家業を接待しろ、って言われてるんじゃないのか？でも父さん、作曲家になることは僕の夢なんだよ。誰だって夢はあったよ。そして、誰もが目を覚ます。お前の夢だって。時間が経てば、いずれは覚める。父さん。ひどいこと言うな。おう。うわ。なんてこと、ごめんなさい。気にしないで。もっと注意しないといけなかったわ。僕も同じですよ。自己紹介させてください。エイジ・モーリスと言います。あら、エドモンド・モーリスさんのご家族？この路線のオーナーのモーリスさん？そうですよ。お名前をお聞きしても？もちろんよ。松本美奈子です。旧姓の立花の方がピンとくるかもしれないけど。なるほど。立花といえば産業界の巨人ですね。父に代わってお伺いしたいのですが、この旅はお楽しみいただけてますか？もちろん、実に豪勢な列車ですわ。さて、そろそろ失礼します。客室にネックレスを置き忘れてしまって。承知しました。残りの旅もお楽しみください。ありがとう。お会いできて嬉しいわ、エイジ。こちらこそ。お？何？何？は？なんやねん、美奈子、お前。おかしいな、レオン。何が起きてる？ここはどこ？失礼しました。お邪魔するつもりでは。なんでこんなところに、みんなはどこだ？大丈夫ですか？何かお手伝いできることがございますか？あっちに行け、一人にしてくれ。かしこまりました。変な人だったな。何なんだ？返事がない。ただの屍のようだ。しょうがないだろう、父さん。バラが刺さっている。こっちに行けんのか。うん、人形が見つかったよ、母さん。あら、管理人さんが持ってきてくれたの見てなかったわ。違うの、幽霊のお友達が見つけてきてくれたの。またその話ね。お母さんが想像のお友達との話をするのは好きじゃないって知ってるでしょ。本当にいるもん。早くそういうのがなくなってほしいわ。お母さん心配なのよ。うん、いい人だったよ。そうですか。どうして一人で座ってるの？お父さん、お母さんは？お母さんは僕の家に戻った。でも大丈夫。僕はもう大人だからいつも一人でいられるんだ。いるんだ。この列車はあなたのお父様のものなのよね。そうね。お父様にお茶を持ってきてもらおうかしら。というか、私の部屋まで持ってきてちょうだい。そうすれば、あの君の悪い娘を見なくて済むわ。何か変な感じがするの。あの子ちょっとおかしいわ。なんだ？嫌な感じがする。トイレ？なんだよ。父さんはトイレにもこんなにお金をかけてるのか。あのハンドルは金メッキ？あ、壊れた。ポーターのところに持って行って修理を頼んだ方がいいな。トイレのハンドル。おーい。
なんだ今のは、なんだ誰なんだ。彼女見たことがある。それに自分自身を見ているような感じがする。どういうことなんだ。気にするな、なんでもない。自分の想像力に負けないようにって母さんがいつも言っていたじゃないか。持ってくんだな、金メッキを。ポーターってこの人じゃなかったな。だよね。申し訳ないんだけど、これが一般客室席のトイレから外れてしまったんだ。修理した方がいいよ。承知いたしました、モーリス様。お茶をいただきありがとうございます。うん。管理人がすぐに壊れたトイレを修理いたします。それ以外にお困りごとはございませんか？大丈夫だ、問題ない。写真の下にメモがくっついてる。ここでは周りにあるものに注意しろ。そうすれば私が残した印を見つけることができる。手がかりは次に見つけるものの中にあるが、オーダーが間違っている。これはなぞなぞと宝探しか。どこを探せばいいんだろうな。うん、何のメモやねん、もっと。この紙一枚は食事のオーダーじゃない。分かった。次に見つけるものがこれで、食事のオーダーが書いてないのも手がかりだ。次は、あと2つの手がかりが手に入れれば、入れれば報酬が手に入る。次は謎を時間内に解くことができれば、類は友を呼ぶとはよく言ったものだ。昼の間は花も同様だ。うん、昼ってどこ？昼ってどこ？お父さん、お母さん、子供を一人にしちゃいけないよ。ボールの水が消えすぎて危うく飲んでしまいそうだ。いや、それはないだろう。どうやったってその発想にはいかねえよ。うん、オレンジの花。うん、なんていい匂いだろう。花が意味があるのかな。こっちがオレンジ？あ、そういうわけじゃないのか。オレンジね。で、こっちが白だよね。お、君の声にすぐに手を差し伸べよう。この愛の探求はもうすぐ終わる。君は眠りの最後に報酬を得るだろう。あともう少し。うん、眠りの最後ってなんだろう。眠りの最後？俺がやっていいものじゃないんだと思うんだけどな。これだって奥さんってか、あの人に向けてのあれでしょ。俺が やっちゃうとどうなの。
この人のあれっぽいけどね。眠りの最後に報酬を得るだろう。これか。信頼者の足、つまり眠りの最後だ。あなたの星明かりが僕を温める。灰色の大地の小さな山、いつも僕を照らし出す。なんていうもう、うん、なんていう愛なんだ。僕の音楽にもっと力があればな。これはあの管理人の作品に違いない。この詩に僕の曲を付け出してくれないだろうか。彼を見つけなきゃ。そうだ、僕の音楽、作曲ノートを探し出したのをすっかり忘れてた。エイジ。あ、はい、父さん。そこにいたのか。この小さな列車で迷子になるのはお前ぐらいだ。母さんは薬が必要なんだ。それとも大事な大事な作曲ノートのせいで母さんのことを忘れていたのか。そんなことないよ、父さん。すぐ行く。母さんのことを忘れてたなんて。よし、これを集めて部屋に持っていかないと。これを集めて。これか、母さんの薬がこんなにあるのか。うん。母さんに水を持っていかないと。この車両の場所にも少しあったはず。車両の後ろね。これ?畜生、水がない。食堂車にあるはず。うん、着いたな。よし、行くぞ。水。今なら母さんに持っていける。僕の車両の水差しが空になってるみたいなんだ。うん。大変だね。どうもありがとう。探してたものは見つかった?さっきから秘密のお仕事の人みたいに走り回ってたけど。放っといてあげなさい、エミ。大丈夫ですよ、お母さん。実は見つかってないの。でも、ある意味もっといいものが見つかったわ。本当、嘘じゃない?うん、そうね。うん、わからない。おかしな質問ね。なんか女みたいなことになってないか?口調がなんか、エイジ君の口調が女の人だったけど。そこら辺は何だったんでしょう。お、この人いる。あ、美奈子さん、大丈夫ですか。あ、うん、そうね。ちょうど食堂車に行くところだったの。あなたを見かけて、それで。すいませんが、母に薬を持っていかないといけないんです。また次の機会にお話できるの楽しみにしています。あ、そう、もちろんよ。どうぞ行って。これ渡してあげた方がいいんじゃないの?ほら。俺が持ってんの、これ。それもおかしな話だけどね。うん。うん。みんなお祈りしています。うん。ただいま。母さん、僕だよ。父さん、きつすぎるでしょ。エイジ、待ってたわ。母さん、ごめん、遅くなって、ちょっとぼーっとしてたんだ。そんなの仕方ないわね。とにかく疲れてしまったわ。ありがとう。はい、薬を持ってきた。いやー、キヨじゃなくて、キヨさん。エイジ様。キヨはあなたが薬を持ってさまよっている間、私についていてくれたのよ。彼女はよくやってくれてるよ、母さん。本当にそうね。うん。格話して苦労して育ってきた彼女には感心するわ。お母様はきっと成人に違いないわね。母親は誰だって成人さ、母さん。その通りね、エイジ。私たち家族は、キヨがいてくれて本当に幸運だわ。ありがとうございます、奥様。キヨ、あなたは私たち家族のために本当によくやってくれているわ。あなたには本当に感謝しているのよ。光栄です、奥様。ちょっと外してくれないかしら。薬を飲んで息子と話をしたいの。承知いたしました。エイジ様、キヨさん。
覚えておきなさい、エイジ。困ったことがあったらいつも言いなさい。いつでもあなたに危害を加えるやからに罪の意識を味わわせてあげれば。お、怖いこと言うな、おい。母さん、キヨさんは？あなたには分からないの。備えあれば憂いなしよ。早く薬をちょうだい。分かったよ、母さん。薬を飲む間、最近気になってる子について教えてくれない？母さん、それは気のせいだよ。くだらない。一日中ベッドに入ってたら、つい細かいことに気がいってしまうものよ。それに、最近あなた、いつもより少し元気がないみたいだわ。音楽に没頭してた時よりも、明らかに誰かに感化されているのよ。そうだね。どうしても知りたいなら、ちょっと待て、あれで見せれば、私みたいに病気がちの女性？そんな感傷的にならないで、母さん。京都に行けば治るよ、絶対に。優しいのね、エイジ。そうね、例えば、あなた、この旅の前からこんな感じだったわね。母さん、静かになさい。考えされて。母さんの勘が鋭いことは知ってるでしょ？この春の修学会で会った徳島の女の子は？彼女は可愛くて、それに裕福なご家庭の子だったでしょ？母さん、やめてくれ。違うの？そうね、じゃあ。落ち着いて。今回は血はほとんど出てないわ。そういう問題でもないだろう。動かないで。クラーク先生呼んでくる。クラーク先生、父さん、母さんがひどい咳を。落ち着いて、私は具合を見る。もしお前が薬を持ってくるのがこんなに遅くなかったら、俺のせいにすんじゃねえ。おかしいだろ。まあまあ、エドモンド、息子さんにそんなに厳しくされて、とにかく奥さんを看病しないと。もちろんだ。俺に対してきつすぎるだろ、親父。エイジ、待って。なんだ、エキオ。これは母さんの具合が良くなくてね。そうなの、気の毒に。でもあなたの作曲ノートを持ってきたわ。見つかったのか。ポーターさんが持ってきてくれたの。ダイニングテーブルの下に落ちていたらしいわ。そうだったのか。エイジ、お母様があなたは誰かに恋をしてるって言ってた。私があなたの愛情の対象だってことを疑ったようには見えなかったわ。いや、でも、疑い始めている。当てずっぽうだけどね。お母様に言ったの？もちろん言ってないよ。言えるわけない。特に今は油断を許さないからね。でもだからこそ言うべきよ。エイジ、あなたにとって難しい問題だってことは分かってる。でもお母様にはあまり時間がないわ。自分の息子は恋をしていて幸せなんだって伝えるべきだわ。そうすれば少しは楽になるかもしれない。やめてくれ。母様は良くなる。時間はまだ十分ある。でももし良くならなかったら、僕は。何これ、爆弾か。この路線は危険地帯から離れてるはずなのに。父さんは安全だって言ってたのに。爆弾ってなんで急に。キャー、恐怖の面。なんで急に爆弾なんて。さっき、お、カナエ。めっちゃ揺すってる。さっき起きて。何？かなえ？そうや、私よ。楽にして。私、どうやってここに？わかんない。だけど、さっき言ったら無遊病みたいに歩き回ってたのよ。本当に？列車の中を歩いていたのは覚えてるんだけど、私じゃなかった。何かひどい夢でも見たんじゃないの？もう目を覚まさないんじゃないかと思った。5分ぐらい揺さぶってたのよ。どうやって私を見つけたの？どこにいたの？正直説明が難しいわ。とにかくここに出てきたの。私とカズキ、それにセン。でも花屋離れになっちゃって、なんでこうなったのかよくわからない。セン、一緒にいたの？センはどこ？それが問題なの。別々になっちゃって。でもこの列車には何かあるわ。なんていうかわからないんだけど、迷路みたいな。最初だけは一緒にいたんだけど、すぐにみんないなくなった。キャンプに戻ろうとしたらあなたがいて、無遊病か何かみたいだった。気味が悪かったわ。ユータは見つからなかった。ユータ、そんな。カナエ、ユータ、ユータは。ユータがどうしたの？見つけたわ、ユータは。死んだ。え、嘘、まさか、夢でも見てるんじゃないの？いえ、夢じゃない。私たち、彼にひどいことをしたわ。私、みんなにユータをすぐに追いかけるように言うべきだった。私のせいよ。ありえない、ユータは生きてるよ。そうでないと。
いや、いいじゃないわ。一緒に来て、見せてあげる。見せてあげるっていうのもな。かなえちゃんは普通な感じだね。まあ、おかしい状況、この列車何かあるっていう。やばいっていうのが分かってるからね。なんだろ、それは今需要じゃない。はい、というわけでまあ、こういう世話なんでね。じゃあ今回はね、一旦これでね、終わりにしたいと思います。次回もね、よかったら、また見に来てくれると嬉しいです。それでは。